日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日はめっちゃペラペラな生徒について。めっちゃペラペラ。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。今日のタイトル、めっちゃペラペラな生徒について。めっちゃというのはとてもという意味ですね。とてもとてもペラペラな生徒。ペラペラというのは日本語がうまいということです。日本語ペラペラだから、とても日本語がうまい生徒についてね。僕は iTalki というウェブサイトで日本語を教えてます。まあまあたくさんの生徒さんがいます。ビギナーの生徒さんもいるし、インターメディートの生徒さんもいるね。ビギナーは初級と言いますね。インターメディートは中級と言います。そして上級者、まあアドバンス、上級者、日本語がめっちゃペラペラな生徒もいます。一人のその日本語がめっちゃペラペラな生徒さんに僕は質問をしました。どうしてそんなにペラペラなんですか？ね、彼はクロアチア人、クロアチアの人で、まあ V さんと言いますね。 V クロアチアの V さん、こんにちは。 V さんに聞いたんですね。僕は V さん、どうしてそんなに日本語がうまいんですか？日本に住んでないですよね。住んでました？と聞くと、 V さんは、いやいや、僕は日本に住んだことはないです。じゃあ V さん、どうやって勉強したんですか？と僕は聞いたら、まあ簡単な答えでしたね。その答えは、たくさんのインプット、たくさんのインプット、たくさんポッドキャストを聞いたり、たくさん、本を読んだり、たくさんのことをしました。たくさんインプットした。そしてたくさんアウトプットした。僕のレッスンを始める前に一人の日本人の先生と毎週ね、毎週毎週たくさん話をした。まあ2年ぐらいって言ってましたね。2年ぐらい毎週毎週話をたくさんして、あとインプットをたくさんして、たくさんのインプットとたくさんのアウトプットをする。まあシンプルなルールですね。そしてクロアチアの V さんは日本語がペラペラになったんですね。皆さんも日本語を上達、日本語が上達するようにたくさんのインプットとたくさんのアウトプットをしてください。それではまた。チャオチャオ、アスタルエゴ。またね、またね、またね。